いつもの鍋を超越した悶絶鍋がうますぎた。筋肉だけに。ニンニク。一つ目のニンニクは包丁の背でぐっと潰して中の芽を取り除き粗みじん切りにしていきましょう。もう一つのニンニクはスライスしていきます。中の芽は爪楊枝でくり抜いていきましょう。だいたい4センチ幅ぐらいに切っていきます。キャベツですね、ざく切りにしていきましょう。ごま油、粗みじん切りにした筋肉、あ、じゃあニンニク、中火で熱していきます。ニンニクがピチピチと言ってくれば豚バラ肉、豚バラ肉の油と旨味を引き出していきます。焼き色が軽くつけば取り出します。キャベツ、お水、鶏ガラスープの素、白だしですね、削り粉、みりんですね、お砂糖、お醤油ですね、先ほど炒めた豚肉、お豆腐、輪切りにした鷹の爪、ニンニクも散らします。蓋をして中火で煮込んでいきましょう。ひらけごまっちょ、うまっちょ、ニラをね、並べていきます。ごまっちょ、もう一度蓋をして火を通しましょう。もう最高すぎる。